かっちゃん。そうか、でも今はあったよ。もういいよ。どうでした？棒読み棒読み棒読みは棒読み。いや大切だ。だって台本だって標準語やもん。そう、その通り喋るからでしょ。転換してから関西弁で喋るな。なるほど。そうでした。そうだね。ほら私の中のほら女優が。あ、出ちゃいました。女優が出ちゃったもん。隠しきれへんかった。夏も頑張った。私一番女優でしょ。いや、棒読みやった。あ、本当ですか。初め棒読みだった。出たい人を2人呼んできます。ざっくりです。いいですね。俳優の僕が呼んできました。さすが田村さん。すごいざっくり言いました。わかりですか？YouTube 用に。あら今時 Amazon ですげえ安く売ってます。売ってますよね。そんで買ってもいいんじゃないですかね。売ってる。一番手軽なのは、レンズの前につけるこういう丸いやつ。あ、丸いやつ。みんなあれ作ってますよね、YouTuber の。これ本当にカメラが1台しかないんだったら、それ一発つけたら、綺麗に、あの女優ライトって言われていますけど。女優ライトですか。そうなんよ。最初の頃な、下からやれ、飛んなとかな。めっちゃ言ってなんでなん、いつもこうってコートったらさ下向くやんって言うここがさ、うるさい。でもかがんで見てるぐらいのサイズにしてもらって、でもうちょっとこれ辺にお邪魔します。はい、心配そうな顔をもらってます。心配そうな顔をもらってます。はい、OK です。じゃあ、先から行きます。心配者の顔もらってます。もらってます。はい、OK。 そしたら、お三方のせっかくなんで、私をちょっと心配者の顔もらってます。いいね、やっとごちそうさまでした。いいよ。すいません、これ、近代地カットと呼んでるんですけど、僕、近代地の現場とか撮ったんで、で必ず謎解きの時に、
みんなのリアクションが一発かかるから。ちゃんちゃんちゃん。それと同じで。二度見て。あんな見たことある。今もやってる。そういう意味じゃん。はい、OK です。じゃあ、ワンショットだけいただきます。僕はやっぱ、どうすればいいかなって言っちゃってますけど、あの、どうすればいいやん、関西弁大丈夫ですか、はい、これ頑張れって皆さんが言ってるっていうのをちょっと取ります。だから、温度さんも本当、あの時みたいに、はい、やりながら、ちょっと動きやりながら、はい、あの、息して息してとか、どういう気合いになったような。どうやって、thank you.